回撮ってみせる。食べられた？食べられた。簡単じゃなさそうですね。来たんじゃない？来たんじゃない？あ、来た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 、頑張れ頑張れ。オッケー。あ、そっちじゃない。田畑島です。今日は釣りをしに海に来ました。イエーイ。たくさん釣りたいと思います。今からあそこ見えるかな、あそこにある船堀に、あっちが釣り堀に今から船で行くらしいです。イエーイ。上陸地、上陸地が、簡単じゃなさそうですね。俺食べられた。あ、みんな行け。あ、来た。あ、そうなんですね。釣れるかわからない。次は絶対取ってみせる。
いや、あそこで喜んでる、カメラマンに抵抗してる。あー、ごめんね。ガツッと、行っちゃえ。元気いいね、君。よく掴んであげないと。うん、オッケーオッケー。行きました。すごい魚と戦ってるね、釣れてから。めっちゃ目があって、なんか掴むのに勇気がある。勇気がある。釣れるかな。初めてです。美味しく食べれるなと思います。すごい、はい、すごい。こちらアジの塩焼きになります。こちらアジの唐揚げになります。こちら頭とかの方に食べれます。はい、こちらアジのたたきになります。こちらタイの煮付けになります。すごい、いただきます。お刺身から食べようかな。うん、めっちゃ新鮮です。美味しい。私刺身大好きなんですよ。刺身いつもより一段と美味しいです。今取ってきたものをさばいてくれたんで、すごいなんか身がしっかりしてます。コリコリの一歩手前ぐらい柔らかさ。コリコリの一歩手前の柔らかさ、うん、みたいな感じの食感です。それコリコリしてるってこと？してないんだ。ちょいコリコリのちょい柔らかみたいな。これはタイの煮付けですね。いただきます。うん、めちゃめちゃ柔らかいです。めっちゃ味が染みてます。甘くて美味しいです。次は唐揚げを食べたいと思います。頭から骨まで食べれるらしいです、唐揚げ。うん、お、すごい。口の中入れた瞬間、身がとろけます。カモメがめっちゃ泣いてる。食べたいのかな。食べたいか。食べる？私が喋ると邪魔するけど、喋りかけたらめっちゃ静かになるっていう。嫌われてるのかな、カモメに。前回人気運の大仏焼き食べたのに。でもワンちゃんは寄ってきてくれたから。だって今日食べてないもん、あの人気運。だから魚も。そう、だから、そう、今日魚めっちゃ食い逃げばっかりされてました、味に。でもいっぱいエビを食べた子たちの料理です。だから私もエビを食べてるってことになりますよね。ならない。ごちそうさまでした。食べ終わりました。美味しかった。バイバーイ。